ワコ伝説2、ワコツでございます。はい、PC エンジンミニ306枠目、スーパー桃太郎伝説35枠目。黒金さん、コーヒーさん、十万石さん、アランプロスマイルシェ。ラコツ、ワコ、マルサさん、アランプロスさん、妙見さん、十個目さん、アガトダイモンさん、猫じゃらしさんいらっしゃい。ワコツです。バーソさんです。こんばんは、ホワイト企業です。スーガハハさんです。ホワイト企業です。さあ、水野社長にね、追い上げられて、あ、そうだ。ワコ。日本シリーズからね。シエルさんいらっしゃい。日本シリーズ来いよ。桃皿割れるなよ。ラックス社長さん。名古屋ラックスとかもう大阪はね、もう風前の灯火だけど。もちろん今、大阪は大変なことになってるから、卵を生まれてるからね、あの、その中野球はできないということで、大阪は日本シリーズできませんでした。です黒金さん、農協牛乳さん、ありがとうございます。千田さん、いらっしゃい。社長さんはコツです。22個目さん、いらっしゃい。はい。相手は、あ、博多やっぱトランプーズ。博多トランプの連覇は、森さんが一番さん、いらっしゃい。さあ、博多トランプの連覇を阻止するんだ。さあ、阻止できず、博多トランプーズ。猫さん、おじさん、赤戸大門さんいらっしゃい。赤田トランプーズ。はい、鈴田さんいらっしゃい。5度目の優勝、2年連続5度目の優勝。今、大阪に桃すら売ってんだよね。ちょっとなんとか、あそこのカード売り場はないから、ここら辺カード売り場あったよね。ここだ。あ、ない。金太郎カードないね。ないね。金太郎カードがある。ワコツ。クラスおじさんいらっしゃい。金太郎カードはないのかい？ないねー。ないねー。ないねー。ない、ない、金太郎。あ、ここにあるじゃん。あ、ここ上からいけるじゃん。球団が最近の状態みたいに強い。上からいける、上から。ここ数年のホークスだな。あるじゃない、ここだ。46個目さん、47個目さん、タカさんいらっしゃい。イガさん、ありがとうです。よし、あそこだ。くそ。まあ、いや、鳥取は、何に、あ、でも、なんかあった。よし。何しに行かた。たどり着けるかな。クラスおじさん、ありがとうです。無理そう。うんにゃぷんにゃ。水野社長ならね、こういう時ね、パーンと、つくんだよね。ぷんにゃぷんにゃボンビー、あ、売ったと思ったら売れる物件がなかったのね。鳥取は完全制圧。卵温めますか、ワコツ。あ、桃太郎ランドに増資できる。アイケルバーガーされちゃい温めちゃいかん。大阪温められちゃいかん。あーと新潟到着。え、誰、バイデン、バイデン社長。広瀬栄堂、炭素きび団子がリクエストされました。中、お、やった、こっちだ。ワコックス、乗っ取りカード出しを目論んでますね。新潟、卵をレンジで温めると爆発するよ。農協牛乳さえでしたい。乗っ取りカードで、バイデン社長に20度目、鈴名さんありがとうです。あれ、俺、あ、お、俺なの。え、こっちじゃなかったの。トランプが、あー、いかん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 、しょうがないな。梅ドリンクさん、ありがとうございます。梅ドリンク、じゃあ早速キングヘ。まあ、しょうがないな。えらいこっちゃ、どうしかないな。てれってん、ある意味では爆薬、笑い。それは千載一遇のチャンスじゃないですか。千載一遇のチャンスだ。ちょっと待った、ここでいけるかな、いけるかな、はてさて不安。こっち九州のカードリーは結構あるから。うわ、ないわ。あったあった、これ、こんな、これ絶対いけないな。カードリーはないの、九州に。九州ないの、あれしかないの。うわー、逆に戻ると結構いけないし、遠すぎる、笑。これ、ぐるっと回っていけるとか、ないな、ないな。77個目だね、じゃ。うわぁ、大阪やられるか。待って。どっから行ったら。いいか。いけた。チェッ。
プギャンプギャンプ。あ、惜しい。長崎もうちょいだったのに。今まあ今と言ってもあれだな。九州の物件を買いたい。ベンベルベン。いや、数りはないからな。ここら辺はみんなラックス社長。あ、開いてんじゃん。はい、来た。よし。イエス。はいよー。貧乏神を映さないといけないからね。貧乏神を映しつつ、映しつつ、金太郎カードみたいな。あ、クソ社長、金太郎カード、金太郎カードやったらクソ社長の借金全部背負ってもいい。クソ社長、借金を私が帳消しにして。あら、お金ないから買えない。あ、お金ないからか。お金ないか買えないか。借金あるかダメか。クソ社長、あっとデビルが。クソ社長に言ったのが私がバカだった。間違ってた。借金あるから買えないんだ、そもそも。借金あるから買えないわ。あと、いいぶっ飛びだ、これは。しかし浜松だ。よし。お金ない人に。そして偽物劇場が。おっと、トランプ社長、小樽の寿司横丁が、寿司屋横丁がテレビで取り上げられて出てきた大人気。トランプ社長も結構来てるよね。あ、初めてじゃない？寒冷前線の発達で全国各地が厳しい冷え込みとなります。初めてだ。雪さんがこの50何年目で初めて出てきた。場所による、どっちだ。お、スキー場があるとこじゃない？これラックスキー場があればいいんだけど。これは大儲け。トマムは記録的な大雪となっています。この大雪でスキーヤーは大喜び。ボーナス。水の伝説社員のトマムのスキー場はスキーヤーでいっぱいです。何これ。え、うちは水の伝説社員のトマムのスキー場。はい、さらに水の伝説のトマムのスキー場。あー、ラックスキーじゃなかった。なんだ、絶好調、真冬の恋スキー場に乗ってって言おうと思ったのにダメでした。ラックスキー場なかった。あ、別府はどうだっけ。別府温泉は、お、もう完全に完成してるな。乗れなかった。まあ、ラックスホームはカップルでいっぱいだからいいじゃないですか。乗れなかったわ。年に来るとダイソン。まあ、年に来るとね。あ、なに。ああ、赤マス飛び込んだから。赤マスに飛び込んだ。まあ、水野社長、そんなはしたがねやってもね、もう、クローネだよね。恋人がサンタクロース。恋人がサンタクロース。青ビルさんとこのスキー場って雪の色がピンクなんでしたっけ。いやいや、ピンクじゃない。恋人は参考ね。キャンピングカー買ってきた。はい、まあ、はしたが出た。よし、恋人はサンタクロース。おっと、バイデン社長、リニアカード。これでしかし特急券全部消えた。白い雪に真っ赤な血潮。なぜか裸でスキー場に真っ赤な血潮が出た。ピンク色のライトアップでもしてるのかな。あー、いかん、そろそろモスラが。キビンダンゴン。あー、来たー。大阪のモスラがパーン。ポキャー。モスラのせいで大阪の街は壊滅状態です。ラックス電鉄社員のたこ焼き屋が、さらにもう一軒たこ焼き屋、もう今度はお好み焼き屋まで。お好み焼き屋もう一軒、さらにてっちり屋、てっちり屋もう一軒、さらにカントタキ屋まで、さらになんとラックスタイガース壊滅です。なんてこった。ラックスでもあれ赤字だったからな、あの球団。赤字でも大阪の皆さんはもう悲しんでるよ。よし、でもここで金太郎、金太郎が売ってなかったな。ここはでもうちょいだったら、あのここは何、桃太郎マンか。桃太郎マンね。あ、でもリニア売ってんだ、ここね。リニア売ってる。まあ今更は金太郎カード持ってもあれだけど、また今度出た時のために。ここら辺もう、あ、宮崎開いてんじゃん。でもクソ社長がなんかトマト畑だけ持ってる。大島もう取られてんな。宮崎県だな。他の社長が来ない間に。
けないか。宮崎梅出すか。ん、あー、ラックス社長2年前スポンサーになった地方博覧会は大失敗。42億もなんてこったい。トリエンナーレラックス大失敗。なんてこったこっちか銀杉かと思った。赤字、わらわら。赤字かよ。マイナスイベント多すぎない？来たー。マイナスイベントラックス社長に厳しいな。災難が続くな。リコールは違法だった。20万円いかない。あ、いいな。マイナス400億だったら胸熱、笑。まだ他の社長ついてこないだろ。あー、バイデン社長亡くなったと思ったら、コンピューター特急系亡くなったと思ったらすぐカードは止まる、カード量は止まるからな。止まるようになってからな。ちょうどいいとこにカードマスがあるんだよね。きっちり買ってくる、笑。きっちりね、ちょうどなくなったと思ったらもう特急系がいっぱいになってる。あー、宮崎止める。あー、邪魔しちゃった。くそ。止まる気なかったのに U ターンしようと思ったら行き過ぎてしまった。くそ、踏んだり蹴ったりだ。わらわら、じっくしょう。あ、か、ミドン社長売り場に行こうとしてないよね。あー、くそ、あ、くそ、ちょっと帰らない。帰る。村上ファンドさん、ありがとうございます。あ、いかいか、トランプ社長がここまで来たか。コウメ太夫ってなんだっけ、どんなやつだっけ。どんなやつだっけ。なーに、あれだ、クールポコだったよね。クールポコはあれなんだよね。あ、チクショーメーカー。あ、そうか、思い出しました。チクショーの人です。クールポコさん、なんか地元の CM 出てんだよね。なーにーって。未だに白塗りの。たけしさん、さあ皆さん、この1年間どんな経営をなさいましたか。ラック社長250億8650万円、ミノ社長160億、クドク社長1億、トランプ社長135億、バイデン社長5億。さあ、まだ200億差をキープしている。しかし水野社長が迫ってきています。うわ、もうすり寄ってるよ。 D、 もうキスしそうだ。アミちゃんとキスするんならいいけどな。さあ、56年目1来い。なあ、来ない。ここなんか数り部あったよね。ないえ、でも来れない。まあ、赤松だ。うん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 。なあ、数り部ないな。お前めっちゃない。クカード。昔は持ちつけなかったけど、その手のイベントに呼ばれまくるから普通に持ちつきもできるようになったとか。でん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 。あー、今ね、持ちつきが、あ、やっぱりすぐ問われるんだよな、コンピューター。くそー、狙ったとこにピタッて止まれるから。あ、でも何もなかった。カードリアだった。いいよ、水野社長遅れてる。あ、ちょっと待った。あともう2件か。6周目のパターンも長崎行くってことは、ん、なんだ、ミニボンビーか。あと1件行ってないとこ、博多は行ってるな。博多行ってる。仙台は？仙台行ってる。大阪、鹿児島行ってんの。新潟も行ってる。名古屋も行ってる。名古屋行ってるな。青森は行ってる。あー、どちらから降りた。新宮がない。新宮行ってるな。どちら出現です。あ、もう一個、釧路か。最後のゴール、釧路だ。ドジラさん、東京おすすめ。ドジラさん、15回目の出現。ドジラさん、春で暖かくなって目覚めたのか。仙台高知かな。うん、登っていく。
東北に行く。これ北海道コースか、北海道に向かうのか、青森を越えて函館、はるばる来たぜ函館。どちらのせいで函館の街は壊滅状態です。水の伝達者いうの朝一、さらに朝一、さらにもう一回朝一、さらにゴルフ場、さらにスキー場、被害総額水の伝達56億円の被害でした。悲しいな。笑い、いやいや悲しいな。水の伝達社長ね、水の社長高笑いが止まらない。いや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 、でかい危ないジャックカード。声のトーンが高めですが、いや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 、とんでもない、悲しいです。なんだろう、大阪より高い。せっかく追い上げ体制に入った水戸社長だっただけにね。うにゃうにゃん。あ、トランプ社長がもう長崎に、今ちょっと物件買おうとしてない。ゲスから生まれたゲスだろう。ゲスから生まれやけど。次は全くあの反対だから、クシロだからね、最後。クシロだよね、言ってないの。あとクシロだ。ぶっ飛びカードあるからまだいいけど。他の社長の不幸はゲス笑い。いや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 、他の社長の他人の不幸は私の不幸。ね、人の不幸は水の味じゃなくて、あれですよ。あー、バイデンじゃよかったね。あっち行けかと。あ、なんか今あれがあったな。これなんだよ、ブロックカードは。あ、今週はやまないんですね、そろそろ人笑いください。よし、いやいや全然気づかなかった。ボンビーだ、ボンビーが。まあいいや、もう長崎すぐそこだから。プンギャプンギャン。もうちょっと他の社長が集まってからゴールした方が。プンギャンプンギャン。佐世保、ここ全部マイナス物件。トランプ社長、佐世保はマイナス物件だからな。まあたまに当たりが来るけど。別府はもう買えないよ。8月久々に、なんか進める、あ、6進めるカードか。あ、なんか進めるカード持ってたな。進めるカード持ってたな。あ、博多はうちの物件なかったっけ。もう増資してたっけ。あ、全部増資してんな。全部増資してんな。あ、2位戻ればいけるね。2位戻ろう。ここらで、まあもうみんな、あ、炭鉱があるな。ミニボンビだからいいや。やった、これで。ぷにゃぷにゃーん。あと、水野社長が、しっかりとここら辺の物件を、買い漁ってる。あ、大阪でも、クソ社長買えないわ。いや、久々だな、ゴールするの。久々だな。え？残り6じゃない ?6 じゃない ?8 月！ 未確定の位置につけたらコンピューターがゴールする法則が。お、水野社長、長崎のカステラ屋がテレビで取り上げられて、デリシャ大人気。水野社長、長崎にもカステラ屋持ってんのか。あ、でも66、やったぜ。久々にゴールだ。久々ですよ、他の社長みんなに20代なのにゴール。あ、クソ社長は違うか。私まだ一番良かった。何回目？13回目ですよ、ようやく13回目。水野社長とか23回ってこと止まってんの。ここでサミット、わらわら。ひどいすぎる、わら。カステラとビワゼリーと出雲そばが強いゲーム。あ、ここでサミットやっとけばよかったかな。あ、でもなんかゴールされる気がするね、そんなことじゃね。ラック社長、目的地に予約しました。よし、水野社長これで着いただろう。水野社長ついただろ、これで。キングボンビーになるのだ、水野社長。パチパチパチチ。はい、もう釧路しかないね。パチパチパチを、長崎行きにくいので、ない。うん。
しかも閉じ込められたしね、うんちでね。駐車場だね。さあ、サミット開催か。よしよしよし、これでゴール直前でサミットを使ってやるわ。あとキングになった時あれだったら困るよ。動線上さらに、あ、そう、動線上こっちどうしたらマイナスになるんだね。それマイナスなのかいいのか。サミットの議題、みんなでシャトルをやろう。どしらそう、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 ファミリー。さらに独占で損益も一気に。あーと、どちらが怒りの連続出現。今年2度目のどちら。函館に続いてどこを落とそうというのか。ドジラさん、アオビルおすすめ。ドジラさん、モモスラに負けじと。ドジラさん、今度こそアオビルの。今年2度目の出現。北に向かっております。ハワイ沖から現れたドジラが北に向かっております。これは輪っか台コースか。どこ行くんだ。これは北海道だ。北海道に今上陸した。トマムだ。どちらのせいでトマムの街は壊滅状態です。水の伝達所有のゴルフ場が、さらにもう一軒ゴルフ場、あらららスキー場まで、さらにもう一軒スキー場、またまたスキー場、被害総額水の伝達160億円。これはひどーい、ひどーい、ひどいなー。いやー、えぐい、すごい、わら、でかすぎる。他人の不幸は蜜の味。しかもここでキングボンビーに変わりそうだ。あ、か、あ、買い物してきた。売るんだよ。笑いが止まらない。売るんだ。買ってくるじゃないよ。いやいや。ラックス社長の目薬、涙がボロボロ。いや、もう涙が止まらない。ねえ、もう人の不幸は私の不幸ですからね。人の悲しみは一緒に悲しみね。人の幸福は一緒に喜び、それが私ですよ、ラック社長。そうしてあの会社を大きくしてきました。早くどうにかして今日ハオビル社長の笑い事がないよ。いやいや、なくていいんです。たまにはなくていいです。ひどいぞ。さあ、10月日本シリーズ、おい。今年の日本シリーズはモモスラでキャン。10月になんで出るんだよ。また10月に出現。まあ、ハワイはうちの物件ないわ。日本シリーズなんてなかった。ちなみにハワイの伝説、ああまた水の伝説、あらら、クゾ伝説、あとトランプ伝説、以上の皆さんです。早く金太郎くん呼んでください。日本シリーズキャンセル。嬉しそう。いやいやいや、もうね。さあ、怖いよ怖いよ。カード買ってくる。うんやうんやん。お、クリスマスカードいいな。マルサさん、そろそろアオビルにウェルカム。ラックスさんで退陣。いじられないよ。頼りが不自然すぎません。いじろい、いじることできないよ。バイデン社長が行くな。これラック社長、広島のお好み焼き屋がテレビで取り上げられてデリシャル大人気。手持ちが多いな。これ全部実はラックスさんが操作してるんですよね。操作してない、操作してない。と税率上同時したけど、ボンビーなんだよ。あ、大阪空いてるから大阪、大阪ばっかり買いとかかってくんな。空いてるとこ買ってくる、買ってるじゃないか。
せっかくサラチになったのにね。サラチになってんのに、ん？何？あ、特急カードか。有能な秘書。いや、有能な秘書になってるじゃないか。サミットカードはね、自分にボンビ録画してあたかも今プレイしてる風に喋ってる可能性が。自分のあれだからね、自分にボンビついちゃうからな。ミニボンビーとかの時ならいいんだけど。特急がない時じゃないとね、あとね。それなら夢にまで銀継ぎでないから。わら。夢にまで出てるんだぞ。12月。おっと、今年も職員日本一を決定する季節がやってまいりました。さあ、今年の職員日本一は、今年も、水の天達よりの出雲そば屋に決定しました。まあ、いや、臨時収入なんて大したことじゃないな。あのリニアがあるからな。おお、よりによってぶっ飛ばしカードで何だっけ。今年は公正な審査が行われたみたいです。いやいやいや、今年はちょっとね。あ、金太郎カード持ってたんじゃん。緑の社長、緑の社長、金太郎カード持ってたのにね、使わないね。おっと、木彫り熊屋売られた。X 電鉄の物件なら食品中毒に本気に使われているんですよ。全体の動向を見ながらサミット発動のタイミングを測ってますね。こっちに来た途端にキングデビルになったら困るしね。まあリニアあるからね、リニアあるからまあつけても大丈夫だもんだけど。ノーノーノー、異物も入ってません。そろそろ物件ないからクリスマスもいいのがもらえそう。いいのがもらえそう。マイナスばっかりだ、ここ。沖縄チェックはしない。あ、沖縄チェックしとけばよかったかな。沖縄チェック、あ、沖縄チェックしとけばよかったね。沖縄チェックしとこよ。なさ、しとけばよかったね。元気になる特殊な粉しか入ってません。和骨。はい、298個目されちゃう。間もなくお時間でございます。間もなくお時間。次のターン、このターンも出るかな。今週は平和だった。サミットを持ってたら沖縄と帰りも狙いますね。狙いますね。沖縄は自分で行かなきゃいけないもんね。目的地になってないから。マジで美味しいので、あ、といったところですかね。あ、もう一軒、もう一周行けるか。この決算までいけるか。次の。何もなさすぎるからさ。おい、びっくりした。うんちで閉じこもり、サミットやってぶっ飛びで逃げる。よし、今度こそ、今度こそ信頼している。頼むぞ、今度こそラックスサミット。ダブル。頼むよ。今度こそは大成功。おっと、どん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 物件売られてるぞ。22億がドルに使えなか。大成功。今回も下準備をしてるから。はい、 PC エンジンミニ版スーパー桃太郎電鉄2は毎週科目やってます。また来週の火曜日です。オフでした。はい、オフでした。おやすみなさい。オフでした。オフです。今週はドジラとモモスラがどちらが連続で出てくるんですかね。オフでした。おやすみなさい。オフでした。おやすみ。いやいや、わオフでした。オフでした。おやすみなさい。笑いどころなかった。オフ。はい、オフです。オフでした。おやすみなさい。オフ。お疲れ様でした。おやすみなさい。来週は決算からということで。はい、おやすみなさい。損失、1009億、出ないかな。